Concentrate! どこ見て歩いてんだよ。ごめんなさい。お前な、ごめん。 また来るぜ。 いらっしゃい。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。話があるんだが。なんだ。東京湾で上がった死体、あれについて調べてたらいろいろと面白いことが分かってな。死んだ女はチャンピオン街のパレスって店でママやってたみてえだ。しかも水木って名前だそうだ。もしかすると本物の水木と何か関係があるかもしれねえ。行ってみるのもありだな。パレス、どこかで聞いたような名だな。チャンピオン街のパレスって店だ。少し探ってみたらどうだ。
ちょっと金持ってねえか。え、何？いや、どうも、アリサです。よろしく。今日はどこかで飲んできたの？いや。そうなの？お仕事帰り？あ、水割りでいいよね。ああ。ん？何？水木って。ああ、何か。ええ、教えてあげて。仕方ねえな。ありで、どう。実はね、来るや否や、水木ってやつはドイツだ。それで水木も左胸の入れ墨見たヤクザたちがこいつだって言って、そのまま。そうか。ママが何したのかわかんないけど、あれどういう意味だ。それはね、てめえ。ありがとう。お兄さん、アレスってお店知ってる？アレス？そうそう、どこにあるかわかんないんだけど。実はね、ここだけの話なんだ。何？アレスを探しに来る客がほんと多くてさ、その客騙して、うちのママが水木っていうのも、確かアレスのママが水木って名前だからよ。いいのよ、どうせこの店今日で辞めるし。アリサ、本当のこと言っただけじゃない。こんな詐欺みたいなことやってるから。まあ、それお前がここ。あ、はい。こんな商売やめとけ。ああ、お客さん。悪いことは言わねえ、あの水木って。な、何？ダッ！
お前の言う水木って女殺す。え、なんだって。入れ墨まで真似る丁寧ぶりに連れ去った。連れ去られた本人は全く身に覚えねえのにな。哀れな話だぜ。俺が入れ墨入れさせたばっかりにこんなことになっちまうなんて。
おい、またな、ケルちゃん。おもろい。